はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。瀬戸和成アンド椎茸シスターズです。いや、おいちゃんがね、前回ね、出席じゃなくて、出席じゃない、そう、欠席ね、してたんですけど、なんとか、なんとか復活してね、くれまして。はい。おひでーす。よろしくお願いします。うひちゃんおかえり、おかえり、おかえり。そうね、いやもうやっと復活、ね、そしてね、やっとね、あの衣装、ももちゃんの衣装がやっと完成しました。できました。で、おひちゃんは今日寸法測ってね、いろいろもろもろの寸法ね、もろもろの寸法測ってもらう。いやおひちゃんみたいな、奥さん、奥さんね。でもね、まあもうまたまあ来月でもできてる感じですよね、衣装はね。うん、いい感じ、可愛い衣装ね。可愛いですよ、楽しみにしてくださいね。そうそう、よいしょよいしょよし、大丈夫。そしてね、ライブ、そうライブのためにね、はい、今日はすごくいい感じでリハーサルね、はい、振り付けももうすごい、もう本格的にやりまして、やっぱ3人ないとなかなか決まらないっすよ。そうなんですよ、こうやったりこうやったりこうやったりね、そう、もういろいろね、そういうのを決めていきましてね、はい、パッパッパや、しいたげられたしいたけ男今かかってます、よろしくよろしく。そうで、そのライブがね、はい、9月の23日の日曜日に、はい、日曜日に日曜日にひっくり返った、ひっくり返った、ひっくり返ったね。はい、世界唯一のテクノポップトランペッター瀬戸和成さんと私たち椎茸シスターズモモアンドオヒが出ます。そうなんですよ、9月23日、はい、会場はね、絵本カフェホロ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 です。場所こちらです、見えますか、ナンバーナンバーナンバー、大阪なんすよ、大阪なんすよ、おじさん。で、何でしたっけ、3時、3時オープン、はい、3時半スタート、はい、昼間ね、昼間です、夜中ちゃいます、昼ですよ、まあお気軽に遊びに来て、そうそう、入場無料なんで本当お気軽に来てもらって、まあ CD は買っていただければ、入場料無料、 CD は1500円、1500円、この間発売されたばっかりです。そう、昨日ですね、昨日発売された、8月12日発売されましたね、されましたよ、うんうん、ね、絵本好きな方っていうこと、ポップ好きな方、絵本嫌いでテクノポップ嫌いな方もぜひ来たら楽しいというこの楽しいよ、来なかったら楽しくない、これないっていう感じですね、来なかったら悲しいよ、そう、悲しいよ、僕たちがね、そうやそうやそうや、そうそうそう、入場無料だし、ぜひ来るから、そう、絵本カフェホロホロね、そうあれなんですよ、まあ、絵本ももちろんあるんですけど、当たり前、はい、当たり前ですけど、ね、ご飯も、ね、すごく美味しくて、おお、美味しかったです、食べに行ってないですけど、もうすごい美味しくて、もうほんまに、なんで、もうほんと、ご飯食べに来るだけでも、ほら、お得みたいな、ほんで、なんか、ほんで、僕らがなんかやってるみたいなね、お得、お得、おいしい。ということでね、はい、瀬戸和成アンド椎茸シスターズでした。パッパッパーやパッパッパパーやパッパッパーやパッパ